小早川清は大正時代から昭和時代にかけての浮世絵師、日本画家、版画家、か木清方の文人、福岡県福岡市博多に生まれる。はじめは南画家の上田哲公に支持し、1915年に上京して清方に美人画を学んだ。小二麻痺による後遺症により、左手一本で絵を描いた。 長崎のお菊さんが1924年の第5回定点に初入選し、その後、長崎を題材にした異国情緒あふれる美人画を描いており、続けて定点において入選を重ねた。また新版画の分野においても活躍しており、1927年から渡辺版画展において木版画を制作し始める。1930年から翌1931年には、 近代時世、小というシリーズを鹿版により反抗している。その中でも、ほろ酔い、爪、化粧、黒髪、口紅、瞳などは著名で、また、揚げ姿、湯上がり、舞踊なども仮作とされている。これらを彫ったのは、高野七之助で、釣り氏は尾野富三郎であった。その後、渡辺版画店のほか、高見沢木版社、長谷川からも版画を発表している。 1933年には歌手のシマルを描いた規定、両賞が特選となっている。1936年以降は文展無観査となり、同年文展招待展に賞を出品してからは文展及び新聞展に作品を出品した。その他にも日本画界、青エル会などにも会員として多くの作品を発表した。戦後にも数点作品を発表しているが、 やはり昭和初期の頃の作品に人気が集まる。代表作に長崎のお菊さんの他に春勤などが挙げられる。浮世絵を収集しており、またその研究もしていた。1948年、東京都大田区の自宅で脳一血により死去。去年49、小憲本着色1936年島根、県立岩見美術館所蔵。ありがとうございます。